松永さん、えー、お久しぶりの商品購入ありがとうございます。前回購入していただいたのが、えー、去年の4月ポチポチセミナーの方買っていただいてるんですけれども、まあ,ありがとうございます。あの見ていただいて、はい、あのまあ一年どうでしたかね。まあ、僕最近ですね、まあポチポチセミナー あの買っていただいてると思うんですけれどもあのインスタグラムはあれからあのセミナーの時3,000人ぐらいだったんですけど今6,800人700人ぐらいいて最近あのストーリーまあ結構前からストーリー投稿みたいなのがあったんですけど全然使ってなくて最近ストーリー投稿を始めたまた新しいそのノウハウができそうなんじゃないかなっていうところで、まあ、結局その、えー、まあいろんなお客さん僕見てるんですけども。 まあ決めたことをどれだけ続けられるかかなっていうところですね、うんそう。何かに、何か決めないと、まあ僕はその、今回ですね、Facebook をやめて、インスタ、その分、インスタちょっと力入れようかなと思って、またですね、はい。まあそんな感じでやってます。あと YouTube に関して引き続きですね、まあガンガンやっていくんですけども、まあ時間って限られてますんで、何かをそぎ落として、何かを、まあ決断ですよね。 何何かかをを立ってて手に入れていく、まあ、時間も限られてるんで何かをやらないで何かをやるっていう、まあ、あれもこれもっていうのはなかなかできないと思うんですね僕もあの不器用なんでそのあれもこれもっていうのは、まあ、もちろん経験があるんでマルチタスクでできないことはないんですけれどもやっぱりその虫眼鏡理論しかないかなっていう一点集中しないと火は燃えないですから僕も YouTube ずーっとやってきた結果、まあ、今があるんで。 うんまあ、何か決めてぜひやっていただきたいなとで今回そのコピーライティングに関してはあの本当にやれば結果は必ず出ます必ずず出出ますます、あ、すそれはセミナーでも何度も言ってますしあのライターの石井さんもそれはもう言ってますしもう全く初心者で文章を書いたことはない石井さんがですね本当にまあコピーライティング道場っていうのに入っていただいて、まあ、そこで学んで、まあ、本当現役のライターを育成できたっていうのは <laughs>。 僕の中ででも嬉しかったですし、かかっったす初なななんじゃないかなっていう、僕ネットビジネスを教えてるんですけど、ね、ネットビジネスで成功しましたっていう人はまあまあいますけどそのネットビジネスやらずライターのみで生計立ててるっていうのは僕初めてかなと思いますね。うん まあそんなその現役のライターさんの話も聞けますんで、まあ、ちょっとセミナーがね、初セミナーでちょっとおぼつかないところはありますけれども、僕の方でもフォローしてますんで、ぜひ参考にしていただければなと思います。まあ、文章は書けば誰でもうまくなりますので、はい、あと、絶対収益になりますから、はい、頑張ってください。えー、今回はお申し込みありがとうございました。